はい、ということで、皆さん、こんにちは、こんばんは、ドゥーモでも、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちはということですね。ちょっと今日からというか、ちょっと好評だったら、定期的にやっていこうかなと思うんですけれども、一応、ザラで、年間、30万ぐらいかな ?30 万ぐらい、買い物をしている男の、今週のおすすめ商品ということで、ちょっと今出てる商品でいくつかピックアップして、おすすめ商品をちょっと紹介していこうかなと思っております。で、まあ、可能であればね、1週間に1回ぐらいちょっと動画出したいんですけれども、まあ、動画かもしくは、まあ、需要があればちょっとライブとかもやっていきたいんですけど、どうですかね?どうだろう?ライブとかもやっていけばいいかなと思うんですけど、ちょっとね、もし、ご要望あればコメントください。ということで、今日は、今週新たに発売されたアイテムの中から、まあ、ザラのアイテムの中から、ちょっとおすすめ商品を紹介していこうかなと思います。じゃあちょっと早速ね、ちょっと3、4点に絞ってやっていきたいと思います。ちょっとまず1点目が、ジップアップカーディガン7990円になっております。これがまあ結構ね、毎年恒例出ている、まあよくね、ドライバーズニットとか、そんな感じで言われるアイテムなんですけれども、これまあ今年もリリースされております。で、今年に関しては素材が、ポリエステル、アクリル、ナイロンでウールが 6% ということで、年によってね、これがコットンの、ものだったりだとかあるんですけれども、今年は、ちょっと化学繊維のものでウールが混ざっているものになっております。で、ジップアップカーディガンなので、まあ、こう、ちょっとインナーにも、使いやすかったりだとか、あとはザラのジップアップカーディガン、毎年ダブルジップで、下の方からもこう開けることができるので、すごいね、着こなしに幅が広がるかなと思っております。で、まあ、ただですね、ちょっと今年も商品、まあ、僕も2年前ぐらいのモデル持ってんのかな、買ったんですけど、若干ちょっと今年に関しては、金具、ジップの金具がちょっとこう、光ってる金具というか、ちょっともしかしたら、ちょっと悪目立ちするんじゃないかなっていう懸念点だけちょっと一個だけあるので、それだけお気をつけください。ただまあ、すごい汎用性に関してはすごい高いので、このジップアップカーディガン7990円おすすめになってます。もしかしたら、去年より1000円ぐらいちょっと値段はどうやら上がってるみたいですね。はい。で、もう一つ、これも僕実際にね、店頭で見たんですけれども、ブークレセーター6990円になってます。カラーがカーキの一色展開になってまして、これが、前回かな?先月ですね、発売された、ザラとスタジオニコルソンのコラボレーションからもこういうブークレセーターって出ていたんですけれども、まあ、素材とかは、今回は違うんですけれども、それの、まあ、インラインバージョンというか、よりこう、なんか値段的にも買いやすくしたバージョンがこちらになっております。で、カラーが、カーキっていうことで、ちょっとこう渋い、カラーではあるので、まあ、より多くの人に着用できるかなと思います。で、結構これ、触った感じなんですけれども、スタジオニコルソンさんのコラボレーションの時が、ウールアンゴラっていう、まあ、上質なね、まあ、天然繊維を使ったものなんですけれども、今回はまあ、ウールコンの素材になっていました。でもまあ、触り心地とか、見た目とかは結構良くて、それ買い逃してしまった人とか、なんかこういうちょっとこう、もっちりとしたというか、セーターが欲しい人は、すごいおすすめのアイテムになっております。価格も6990円ということで、ザラスタジオニコルソンに比べると、3分の1、とかの価格で買えるので、結構このセーターはいいかなと思います。で、サイズに関しては、そんなにオーバーサイズとか、肩がすごい落ちてるわけではないので、割とそのあたりは、シルエットは、まあ、サイズね、一つ上げたりとか、してもいいかなというふうには思っております。はい。はい。で、もう一つが、今度がザラオリジンズの商品でございまして、フードダウンパフジャケットとなっております。こちらが27,990円ということで、これもね、実際に、店頭で見ましたけれども、結構こう、ダウンのボリュームっていうのが、すごい入っていて、中綿に関しては、ホワイトダックダウン 80% の、フェザー 20%、8対2の割合のダウンジャケットになってます。結構こういうショート丈の、ダウンジャケットで、表面も、結構マットな感じで、こうちょっと張り感のある、素材、
じです。なのでこうダウンジャケットでどうしてもこうテカテカしちゃうと、ちょっとこうなんか夜のなんかキャッチのお兄さんとかなんかそんな感じになってしまうんですけれども、このフードダウンパフジャケットに関してはまあ結構ねカジュアルに、着用できて、なんかいやらしさがそんなにない、ダウンジャケットになってるかと思います。商品ね実物見させていただいたんですけれども、結構こうそのブロックごとのダウンっていうのも結構パンパンに詰まっていて、暖かさもかなりあるんじゃないかなと思います。去年もザラオリジンズさんはダウンジャケット結構出ていたんですけれども、まあこれからね寒くなってきて、12月ぐらいからですかね、ダウンジャケットだんだん、着る季節になってくると思うんですけれども、そういう時は結構このくらいの、厚みのあるダウンジャケットっていうのをおすすめかなと思っております。はいはい。で次が、リミテッドエディションにありますカットアウトセーター31,990円になっております。こちらもねちょっと実際に店頭見に行って試着させていただきました。素材はねウール 100% の素材になってまして、結構こう、厚みが あるんですけど、こう編み方に関してはそんなに目がぎゅうぎゅうに詰まってなかったので思ったより、軽かったです。で、今回このカットアウトセーターっていうことで、こう、袖のところに、切り込みが入っていたりとか、あと、前身頃と後ろ身頃の差をね、こう、大胆に10センチぐらい差があるんですけど、こう、大胆につけたものになってまして、この、ルックの写真みたいにですね、こう、下に、この場合はシャツを入れてるんですけれども、このシャツのレイヤードとかはすごい、かっこよかった。たかなと思います。ただまあ個人的ちょっと自分は着てみた感じだとちょっと着丈が長すぎて、でタートルネックっていうところもあったんで、まあボリュームがあってすごい良かったんですけど、ちょっとこうなんだろうな、ちょっとなんかいやらしいとかちょっと夜のお仕事感が出てしまう、ロン毛だからわかんないですけど、なんかこうあざとすぎかなと思ってちょっと購入には至らなかったんですけれども、素材感とかあとそのデザインとしてはすごい面白いしかっこいいなと思ったアイテムになってます。で S、M、L、XL 展開の、2サイズの展開なんですけれども、僕はどっちでもいいかなというふうには思いました。もともとこう割とそんなにこうオーバーサイズとかっていうわけではなかったので、なんか割とタイト、そう、身幅とかはタイトでこうストンと落ちるような感じだったので、ちょっとワンピースっぽくなっちゃうというか、だったので、これうまく着れることができればかなりおしゃれなんじゃないかなと思います。なかなかこういうアイテムないので、まあ価格もね32,000円ぐらいのちょっと高いんですけれども、これも結構いいアイテムでございました。はい、はい、じゃあラスト小物なんですけれども、レザーウォレットになっておきます。これがね結構コンパクトな財布になってまして、なんか思ったよりコンパクトで、高さが9×11cm ということで、本当に高さもない分すごいスリムなシルエットになっています。まあそれでいて中にコインケースと、あとカードケースが3箇所、カードのスリットが3箇所入っていて、札入れも、ちゃんとついてるということで、こうまあサブ財布ですね。まあ一つそのメインの財布を持っていて、どこかちょっと軽い買い物に行くとか、軽く出かけるときに持つような、まあサブ財布としては、すごく、いいんじゃないかなと思います。で、なかなかこういう、ブルーとかの原色を使った財布って、意外と、なんか探すとね、なかったりとか、なんかよく、コムデキャルソンとかなんかこういうの、結構なんか出てるイメージですけど、で、それで、本革を使用してるので、これも結構良かった。すごい可愛い。で、青もね、原色ですごい分かりやすいカラーなので、これはこれですごい可愛いなというふうに思いました。はい、ということで、今日はじゃあ5点ですね。今、実際に出てる、商品で、なんかおすすめっぽいもの、今週のね、ニューのものから、ちょっと紹介させていただきました。で、実際にほとんどのアイテム、僕、店頭の方に、見に行っておりますので、他になんかこのアイテムとか、どうでしたかとか気になる方、一応ね、レディースアイテムを見てるんですけど、レディースアイテムも見てて、なんかデニムのね、ベストがあってね、それも、ちょっとなんか良さそうだなと思って着てみたんですけど、やっぱりちょっとシルエット女性っぽくて、断念したんですけれども、結構女性の方着たらかっこいいダウンベスト、ちょっと商品ページも、商品の画像とかも出しますけど、それも良かったかなというふうには思いました。ちょっとこんな感じで、
週に何回かやれて、それともあのコミュニティのね欄でやっていくかわかんないんですけども、ちょっと反響があったらまた来週のこうニューからね、おすすめ商品みたいな感じで、ちょっとやっていきたいなと思いますので、ぜひちょっと何かコメントいただければなと思っております。なかなかね、ザラでね、年間調べたら30万以上買ってたのかな、年間で。まあね、その辺の大御所のねファッション YouTuber さんがなんか1000万だの2000万だの買ってる中でね、年間30万ってもうしょぼすぎますけれども、やっぱりまあ結構一般のただの服好きの中としては結構買ってる方かなとは思うので、でザラもね結構1週間に1回以上は必ず通ってね、どんな商品出てるかチェックするようにはしてますので、そういうちょっと早い情報を知りたい方はぜひチャンネル登録、あと動画の評価よろしくお願いいたします。ということで、また次回動画でお会いしましょう。 See you next time.